R5000 は MIPS4 フォ命令セットアーキテクチャを実装したマイクロプロセッサの一つでクアンタムエフェクトデバイセズが設計した MIPS テクノロジーズが開発資金を出し権利もマティが保持した m a t からライセンス提供を受けたのは IT、イト日本電機、日本交換、東芝である QED がそれまで設計した R4600 や R4700 の上位に位置する ハイエンドの組み込み用マイクロプロセッサとして企画された。NEC は VR5000、NKK は NR5000、東芝は TX5000 として販売。PMC シエラが QED を買収した際、R5000 の権利も同社が同時に購入した。PMC シエラは今も MIPS アーキテクチャのマイクロプロセッサを組み込みシステム向けに販売している。R5000 は シリコングラフィックス、NEC、シーメンスニックスドーフといった企業がワークステーションやサーバーに採用した。スキーはオーニというローエンドのワークステーションに採用している。ルーターやプリンターなどの組み込みシステムにも採用された。コバルトキューブやコバルトラックは当初 R5000 の派生品である RM5230 と RM5231 を採用していた。キューブ2700では RM5230 マイクロプロセッサ、キューブ2では RM5231 が採用されている。ラックは後に AMDK6 からに、さらにはインテルペンティアム3を採用した。元々のロードマップでは1996年前半に 200MHz 版、1996年後半に 250MHz 版を出荷し、 1997年には改良を施した R5000A を出荷する予定だった。R5000 は1996年1月に発表されたが、200MHz 動作を達成できず、180MHz とされた。ローエンドのワークステーション向けとしては、当時他に IBM とモトローラのパワー PC604、HP の PA-7300LC。 インテルのペンティアムプロが強行していた。2命令を同時に実行できるスーパースケーラ設計だがアウトオブオーダー実行はできない。整数演算命令1個と不動小数点演算命令1個を同時に発行できる。整数演算命令用の単純な命令パイプラインが1つと不動小数点演算用パイプラインが1つしかなくトランジスタ数を削減して チップサイズとコストを低減していた。動的な分岐予測機能もコスト低減のため実装していない。代わりにコンパイラが性的に分岐が起きそうかどうかを判断し、MIPS 通移差で導入されたブランチライクリー命令を適宜使用するものとした。QED の設計は大きな一時キャッシュと単純な CPU 設計を特徴とし、R5000 にも大きな一時キャッシュを搭載している。 R5000 の一時キャッシュは命令用とデータ用、それぞれに 32KB である。2はイセットアソシアティブ方式で、ラインサイズは3 2ト、仮想インデックス、物理タグ方式である。命令は一時キャッシュにロードされる際に一部デコードされ、命令ごとに4ビットのデコード情報がキャッシュに付随して格納される。この4ビットは命令が前後の命令と同時に発行可能か。 どの演算ユニットを使用するかを表している。スーパースケーラの命令発行機構がこの情報を使用する。整数演算ユニットは大部分の命令を1、サイクルの0点子とスループットで実行できるが、乗算と除算だけは例外である。32ビットの乗算は、0点子が5サイクルで、スループットが4サイクルとなっている。64ビットの乗算は、 零点子がさらに4サイクルかかり、スループットも半分となる。除算は32ビット整数では36サイクルの零点子とスループットで64ビット整数ではそれらが68サイクルとなる。フプルは32ビット単精度を高速化した設計である。これはコストを抑えつつ、3次元グラフィックスで多用される単精度不動小数点演算性能を高くして、 欲しいというスキーの要望に応えたものだった。完全にパイプライン化されており、R4700 より、はるかに、高性能になっている。MIPS4 イサの石和演算命令を実装している。単精度の加算、乗算、石和演算は、0点子が4サイクルでスループットは1サイクルとなっている。単精度の除算は、0点子が21サイクルで、スループットが19サイクル。 平方根は、0点子が26サイクルで、スループットが38サイクルである。除算と平方根は、パイプライン化されていない。倍精度の演算命令は、0点子が極端に大きく、加算以外のスループットも小さい。倍精度の乗算と、積は演算は、0点子が5サイクルで、スループットが2サイクルである。除算は、0点子が36サイクルで、 スループットが34サイクル、平方根は0点子が68サイクルで、スループットが66サイクルとなっている。R5000 は二次キャッシュの制御部を内蔵しており、512KB、1KB、2MB の二次キャッシュを制御可能。二次キャッシュには専用の同期 SRM を使用する。システムバスは R4000 などと同様のシシドバスを採用している。 アドレスバスとデータバスを多重化したバスで動作周波数は最大 100MHz である。当初、R5000 はマルチプロセッシングをサポートしていなかったが、将来のサポートに備えてパッケージではそのためのピンが予約されていた。QED はファブレス企業なので自前では製造しなかった。R5000 を製造したのは IT、NEC、NKK である。 三社はいずれも0.35マイクロメートルの CMOS プロセスで製造したが、それぞれのプロセスには差異がある。1等は2層のポリシリコンと3層のアルミニウム配線を採用。2層、ポリシリコンを使うことで、4トランジスタの SRM セルを実装でき、トランジスタ数を360万個、チップサイズを 8.7mm、9.7mm とした。 NEC と NKK は一層のポリシリコンと三層のアルミニウム配線を採用。ポリシリコンが一層であるため、SRAM セルに6個のトランジスタを必要とし、トランジスタ数は500万個、チップサイズも約87平方ミリメートルと大きくなった。チップサイズを80から90平方ミリメートルにすることは、マティからの要請だった。 キャッシュを除いたトランジスタ数はどちらも80万個ほどで残りはすべてキャッシュ用である。パッケージは272ピンのブガと272ピンの PGA がある。従来の MIPS アーキテクチャのマイクロプロセッサ群とはピン互換性はない。QED-RM52301990 年代後半、QED はマティから MIPS アーキテクチャのマイクロプロセッサを製造。 販売するライセンスを取得し、社名をクアンタムエフェクトデザインからクアンタムエフェクトデバイせずに変更した。最初の製品は RM52XX ファミリーで当初 RM5230 と RM5260 の2モデルを発売した。発表は1997年3月24日のことである。RM5230 は 当初 100MHz と 133MHz 版、RM5260 は 133MHz と 150MHz 版があった。1997年9月29日、150MHz と 175MHz の RM5230、175MHz と 200MHz の RM5260 が追加された。 RM5230 と RM5260 はどちらも R5000 を元にしており、一時キャッシュの大きさとシステムインターフェースの幅が異なり、デジタル信号処理向けのセキュア演算命令と3、オペランド乗算命令が追加されている。製造を受け負ったのは TSMC で0.35マイクロメートルプロセスで製造した。パッケージングはアマコーテクノロジーが担当。 RM5230 は128ピン、RM5260 は208ピンである。RM52XX ファミリーには、1997年9月29日のエンベデッドシステムズコンファレンスで、RM5270 の追加が発表された。ハイエンドの組み込み用途をターゲットとし、150MHz 版と 200MHz 版がある。 最大2メガバイトの二次キャッシュをサポートできるキャッシュ、制御部がチップに内蔵されている。シシドバスも64ビット幅で100メガヘルツで駆動、可能である。304ピンのスーパー部がデパッケージされ、RM7000 とピン互換性があり、RM7000 からの移行を意図している。1998年7月20日、RM52X1 ファミリーが発表された。 RM5231、RM5261、RM5271 RM がある。これらは RM52X レイファミリーからの派生であり、0.25マイクロメートルプロセスを使っている。RM5231 は当初 150MHz、200MHz、250MHz 版があり、 RM5261 と RM5271 には 250MHz 版と 266MHz 版があった。1999年7月6日、300MHz 版 RM5271 が追加された。RM52X1 ファミリーは一時キャッシュが 32KB となり、シシドバスも 最高 125MHz で駆動可能となっている。PMC シエラが QED を買収した後も RM52XX ファミリーは同社の製品として販売され続けた。PMC はさらに RM5231A と RM5261A を2001年4月4日に発表した。これらは TSMC で0.18マイクロメートルプロセスで 製造され、さらに動作周波数が高くなり、消費電力が低くなっている。RM5231A は2 5 0ヘルツから3 5 0ヘルツ RM5261A は2 5 0ヘルツから4 0 0ヘルツで動作する。ありがとうございます。